お前が先手だ。よろしくお願いします。それでは相手の方2級の方ですね。早速鬼殺しやっていきましょう。さあ四間飛車に来たら、やりたいのが飛車の横撃がなくなった瞬間にもう仕掛けていってみましょう。さあこれが成立するか。さあそれは足らない、足らないというか受けになってないかもしれないですね。ただ言うほど簡単な局面ではないんですよね。で飛車ゲットしたんです、あ、角ゲットして、2分30秒。お、強者を打ってきました。打ってきたらこの裏に強者打ちましょう。でも一応裏に強者。あー、そっか、ただまあ一回もう全バラで王手まで入るんで王手を入れといて、多分飛車下ろしてきますよね、このタイミングだと。そこに飛車ですか。いやー、なるほど。しっかり受けといて、受けといて、まあまだ怖くはないですよね。でこの馬の筋が効いてる時に攻めときましょう。おっと、これは詰んじゃうんで、1分30秒。どうだこれは。一応2枚替えは成立しますね。これで飛車得となってるんで、ただこっちもだいぶ危ないですよ。いやー、その手はきついか。一回王手入れておきましょう。詰めろ、詰めろじゃないか。いや、この一手損やばいかも。一回王手入れて、もう一回王手入れて、いやー、飛車が泣いている。
かなり厳しいですね。さあ次の一手、さらにそれは一回逃げたいですが、30秒、それは駒足しすぎなんじゃないですか。いやー、ついつみか。20秒。いや最後見事じゃ。逆転、死んだと思った飛車が復活しました。しかし、将棋ウォーズは始まった。